いつもご視聴ありがとうございます。西田製作所です。はい、今日ちょっとね、よく聞かれるんで、動画にしてみたいと思います。ずっと当店にね飾ってありますこちらの、ファイヤーフォックスという謎のストラトについてちょっとお話をしてみたいと思います。これそもそもね、常連のお客様が引っ越しする際にちょっと持っていけないんで預かってほしいということで買い取りをしたんですね。まあで、物としてはちょっとすごく詳細が分からなくて謎が深いギターなんですね。で、おそらくですけどいろんなパーツの成り立ちから、そしてこのコピー度の低さから考えるに、まあ、いわゆるビザールギターな頃のが終わってこうコピーモデルがぼちぼち出始めて、でそれで80年代後半ぐらいに東海がヴィンテージのコピーを本気でやりだした周りがこうそれに追随してったっていう時代背景があるじゃないですか。それは皆さんの方が全然お詳しいかと思うんですけれども、まあ、その前の時期のですね割と初期のコピーのものなんじゃないだろうかと思われます。まあ、ちょっとディティールをねちょっとこの後かいつまんで紹介してみたいと思います。はい、ちょっと細部に迫ってみたいと思います。やっぱりね、ちょっとピックガードの形、少し、まあ、ヴィンテージの再現とか考えると、ちょっと再現度低いかな、なんて印象です。ジャックはいつもの船型で、まあ、これ、昔の国産によくあるダイキャストのコマですね、ブリッジは。で、ピックアップちょっと素性がよくわからないです。この後分解してみたいと思います。そして、よいしょ。裏側がなんとこれわかりますかね、びっくり。鉄板を曲げたイナーシャブロックなんですね。ダイキャストのものとかが多いんですけど、それよりもっと前古いグレコとか、あとそうですね、ニコ通販のホリーとかスプレンダーとかには見られたんですけれども、鉄板を折り曲げただけっていうこのイナーシャブロック、なかなか潔いです。そして驚愕なのがもう一つ、こちらスプリングハンガー、上から2本で止まってます。普通はこっち側から止まってるのが多いんですけれども、これじゃ調整できません。もうバネ張りっぱなしっていう非常に男らしい仕様です。ただね、この隙間から、木材垣間見えるんですけど、結構使ってる木が良さげなんですよね。材種は分かりませんが合板ではなさそうです。普通この頃のだとランバーコアとか、ベニヤが多いんですね、この安いモデルとかだと。そこら辺はちゃんとしてるようです。さあ、そしてヘッドストックの方はですね、よくある安定感なギターのペグがついていて、で、ストラトのこのですね、端っこの部分、耳張りはしてあって、要は1本の木から削り出したんじゃなくて、耳の部分は継ぎ足してある。これもね、廉価なギターによくある感じです。で、メープルネックですけどスタンクストライプがない、そう、ハリーメープルですね。トラスロット仕込んで上から指板を貼ってある、そんな感じです。タップのアッセンブリーバラしてみました。まあ、安いストラトによく見るタイプと、あとスイッチが国産のこの YM30 なんてもうちょっと後のものかもしれないですね。80年代のなんか安いギターだったのかもしれません。で、何が80年代っぽいかっていうと、それは証拠としてはこれですね、座繰りが SSH なんですよね、綺麗に。普通この頃のストラトだともう SSH なんてないんで、70年代だとあんまりね、だからハンバッカーでジャグってあるっていうのはないので、これちょっとひょっとしたらもうちょっと新しいボディだったのかもしれません。ボディ材ちょっとこの隙間から見える感じだと、ただラワン材のようですね。まあ、フィリピンマホガニーなんて呼び名もありますけれども、まあそんな感じです。まあ、ピックアップセレクターはなぜか3点なんですよね。で、まあ、ピックアップはこういう安いストラトにあった裏に金属のプレートは汚いなっていうタイプです。で、ジャックなんかもね、多分開けてみれば分かると思うんですけれども、まあ多分こう安い国産のジャックだったような気がします。そうするとちょっとこのギター年代的にはもうちょっと後のもの、80年代のものなのかもしれないですね。ジャックは、まあよくある安いギターによくあるジャックですね。はい。で、現状ね、セレクターの調子は良くないんで、まあ、このセレクターだったら当然だよねって感じで、うちでももうこれがついてる国産ギターはもう 100% OAK のスイッチとかに取り替えましょう、 CRL か OAK に取り替えましょうって言っちゃうような代物なので、決しておすすめできるものではないんでね、その辺考えると、まあちょっと押して知るべしという感じではありますね。で、あれなんですよね、
トーンコントロールストラトの配線にしてればコンデンサー1個で済むのにトーンのコンデンサーが2個あったりします。この辺ね、お金かけてないんだかかけてるんだかよくわかんない仕様ですよね。トーンのコンデンサーいくつかな、473ですね。473だから 0.047 マイクロファラットがついているようです。アッセンブリはそんな感じです。ちょっとまあノブとか割れちゃってますけどね、こんな感じでした。はい、そんなわけでね、これ、現在ジャンク扱いで店頭のみで、販売してます。ぜひともあのこの子を迎えてあげたいという方いらっしゃいましたら、ぜひお店までお越しいただければと思います。通販は受けませんのでご理解のほどよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録と動画の高評価お待ちしております。ありがとうございました。